我是最佳日本女朋友小百合さゆりです。今日はなんと台湾の友達が遊びに来てます。プリンちゃん久しぶり久しぶりめっちゃ久しぶり。欢迎欢迎热烈欢迎こんにちは、yeah! 台湾から来たんだけど実は日本に住んでるんだよね。はい、はい、東京に住んでいます。プリンちゃんです。イエーイ久しぶりだね。久しぶり2年ぶり2年ぶりぐらい。うん、4年ぶり。あ、4年ぶり。台湾で一度会いました。あ、本当だ。2020年の時。あ、すごいよく覚えてる。無理です。いや本当久しぶりだね。うん、久しぶり4年ぶり。ね、うん、え、どう、普段は東京にいるんだよね。普段、最近は、ね、元気？元気元気、うん、もうどのくらいになった日本に帰ってきて。帰ってきてじゃないや、そうだ、ね、日本に住んでどれぐらい合計は、うん、何8年になりました。8年あ、え、意外に短い。なんかもっと長くいるよね。え、そうなんですか。一番初めに日本に住み始めたきっかけは、うん、そうですね、どうだった？なんか初めて聞くかも、うん、こういう話。あ、うん、日本のアニメが大好きです。おお、大好き？日本のアニメが大好きすぎて、うんうん、住みたいと思うもんなの？あ、そうですね。やはり最初がその日本のサブカルチャーとか、うん、あのアニメ、あの名刀とか大好きで、うん、初めて日本旅行するときに、うん、一人で秋葉原のメイド喫茶、うん、1日3軒回りました。すごい。え、でもなんで住みたいと思った？うん、メイドさんかわいい、ご飯おいしい、うんうん、あの秋葉原、うん、毎日いたい。あ、なるほどね。日本に住めば毎日大好きなものに触れれる、うん、そうですね、はい、いいね。え、でもさ、うん、住むってなったらいろいろさ、ビザとかさ、こう住むためのなんか生活の準備って大変じゃなかった？そうですね、留学の人が一番多いんですけれども、うん、あの私がワーキングホリデービザで来日しまして、うん、まずあのアルバイトをしながら、うん、あの1年、期間が満了する前に仕事を見つかったら普通にビザ切り替えてきますね。あ、なるほどね、はい、え、じゃあワーホリビザでも、うん、ワンホリって確か1年？そうですね、1年のうちに次の仕事を見つけたら、うん、そのビザが就労ビザに変える、はい、そうですね、就労ビザ。おで就労、はい、2年目からもう就労ビザで今までいてって感じ、はい、そうですね、すごい、日本で頑張って仕事してる、うん、してます。すごいよ。でさ、え、就職も大変じゃなかった？大変だったな。大変だったね。やはり、うん、まあ、最初メイドカフェで働いてる時に、うん、あのもしちょっと日本語がわからないだったら、うん、先輩が、うん、こういう顔で逆に、そう、え、なんかもっと教えてくれたりとかね、なんかない、まあ、例えば、うん、あのみんなしてるのになんであんた知らないのって言われたん？まあ、言わないんだけど、うん、あのその目は、うん、あ、なるほどね。そういうような、なんか空気出してなんかちょっと顔もなんかそういう感じなんだ、うん、なんかは言わないけどみたいな。そうですね。あ、ちょっとね、それが一番言いづらくない？なんかだったら言ってほしいね。ですね、まあ、でもどの国でも、うん、なんていうか、例えばあの台湾、私が台湾にいる時にもし外国の方が、うん、あの中国語が分からない時に、うん、いろいろもっと教えないといけないから、多分先輩が、うん、あの私めんどくさいなって思って、うん、そっか。いやでも大変だったね。なんかめんどくさいって思われてるって、うん、分かりながらそこで働いたりね、その人とも喋るだろうしね。そうですね、頑張りました。あ、頑張りましたか、うん、え、じゃあ、うん、その後もなんかいろんなお仕事やったりとか、それともなんかずっとメイド続けた？あ、メイドはやはりその、うん、ワーホリビザの時がどんなあのアルバイトもできるから、うん、レストランとか就労ビザでしたら基本的にはその、うん、通訳、その会社が出してくれないといけないのか。そうですね。あ、そっかそっか、だったら1個のところに決めなかったの、うんうん、そうそう、その後に通訳の仕事とかいろいろ国際業務、通訳の仕事をやりました。え、すごくない？じゃあかっこいい一面もあるんや。こうなんか、え、スーツみたいなの着て。あ、そうですね。文章？それとも喋るやつ？え、
大体そうですね、両方ありますね。すごい、うん、じゃあいろんな日本人の人と通訳とかでもなんか関わるじゃん、うん、どう、なんかそうやって仕事してる時に当時は、うん、日本人ってなんか台湾と違ってこうなんだとか、あ、細かい、細かいですね。台湾の人は大体何でも適当だから楽、うん、で日本は、うん、まあ、細かくて、うん、まあ、いいこともあるけど、うん、まあの難しいこともあって、うん、まあ、何に細かい、何に細かい、例えばこの翻訳も、うん、こうじゃなくてこうじゃないみたい な, なんか、あ、そうですね、そういう感じ、内容言ってくる、そうそうそう、いろいろ、うん、いろいろあります。あ、そっか、そう、細かいのね、うん、そっか、でも、うん、友達は徐々に できる、まあ、でもいっぱい友達いるね。よくあの、うん、ナンパしてる、あ、よくナンパしてる、インターネットで、うん、会いますかとか、すごい、でもそういうのできるからいいよね。そう、そっか、今回もさゆり、うん、さゆりに会いますか、ね、会いましょう、名古屋行きますよ、いますかって、ね、でも本当にさ、日本来ていろんなとこ行ってるよね、うん、サウナ大好きだよね。そうですね、やはりあの最近あのコロナの時に日本にサウナブームがあって、うんうん、私好きなアイドル、あの天樹純という方で、なんか、うん、サウナが大好きだから、彼女が好きだから同じ資格を持ちたい、うん、なので、あの熱波師とサウナ健康スター、うん、サウナ健康アドバイザーと、うん、あの温泉ソムリエもこういう資格取りました。取りましたって、取ったの？取りました、すごい、はい、嘘、すごくない、しかも熱波師ってあれでしょ、サウナのあれでしょ、頑張って、あれの資格いるの？あるあるある、あれ資格、お金もかかる、お金もかかる、2万円ぐらい。そうな、それ取って、じゃあそのあれがアイドルと同じ資格取って、そうですね、うん、アイドルのために、うん、アイドルと同じ資格を、うん、持ちたいから取りました、うん、すごい、なんか熱意がすごいね、日本が好きすぎて住んでとかさ、はい、すごいね、いろいろ行ってるよね、サウナどこ行った、ね、なんかさ、うん、温泉のサウナじゃないの、それのレベルじゃなくてもっと行ってるよね、なんかサウナだけの場所行ってない、なんか、そうですね、なんか、北海道の知床へ来ました、うん、その知床のサウナが普通のサウナだけじゃなくて、うん、外に流氷が見えますね、おー、そう、流氷ってちょっと日本語すっかり忘れてたんだけど、はい、あの氷ってことであってますか？そうですね、氷、やっぱり台湾の人にとって、うん、台湾暑いから雪降らないんですね、うん、なので台湾の人が北海道にいたら、うん、雪だー、うん、楽しいうわーってね、さっきもねちょっと降ったらしいけどすぐにメッセージ来たからね、雪が少し降ってるってメッセージ来たからね、そう、雪大好きです、あ、じゃあいいね、サウナしながら雪も見れたんだ、そうですね、そっか、日本で暮らしてて、じゃあ生活に戻るけど、うん、なんか他に細かい以外にもなんか、うん、こういうとこだと台湾と全然違うなってのある、なんか私だったら台湾に来て、はい、台湾に来て一番びっくりしたのは、まあ、生活、まあ、ゴミ出しとかあとキッチンがなかったり朝ごはんの時間だけ朝ごはんの売る、ね、屋台が出てたりとかあるけど、あの日本に来て逆にびっくりしたのは、うん、日本びっくりしたことは例えば、うん、あのお酒飲む文化ですね、お酒飲む文化、そうですね、最初、うん、日本来る前に全然お酒飲めなくて、うん、でも日本に来て例えば、みんな結構お酒を飲んでて、うん、それと割り勘だから、うん、もし私お酒飲まないともう損になっちゃうから、それ本当に日本のこれ問題だよね、お酒飲まない人も飲んだ人と同じ割り勘、合計金額から割り勘される、そう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 、 なるほどね、なので今もうめちゃくちゃお酒が飲めるになりました、すごい、すごい馴染んだ、馴染みました、ヒットしたすごいね、適応力がやばいそれで逆に鍛わったん、それで鍛えたね、そうですね、いっぱい飲んで鍛えた、はい、いやすごい、服もめっちゃ可愛いけどこういうのも、うん、台湾でもこういう服だった、台湾、まあ、可愛い、台湾にいる時も これっぽいの服が大好きですね、あ、なるほどね、じゃあもともともう日本っぽい服が好きで、そう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 、日本っぽいって言わんか、これ台湾の子こういうの着る、
うん、たまに多分私まだ日本にいる時にみんなやっぱリズリサ系の服が好きな子が結構いっぱいいるんで、うん、なんかピンク、うん、ピンクこういう感じで、あ、台湾の子、それとも台湾の子も、台湾の子も、へ、うん、そうなんだ、うん、じゃあ日本に来たらじゃあ一応夢が叶ったってことで、うん、楽しい感じ、楽しい楽しい、あ、よかったよかったこれで実はさーとかなったらどうしようと思ったけどよかった楽しんでて、よかったこのまま10年も行こうぜそうですね、ま、楽しいことも、うん、辛いこともあるんだけどやっぱり楽しいことの方が多いかなって思ってて、うん、よかった、じゃあ台湾の人に、うん、日本に住みたいと思ってる台湾の人にもしアドバイスするなら、あ、アドバイスするなら、日本に来る前にいっぱい調べて空気を読むことが一番大事です空気を読むことだって、空気を読むこと、そう、私も最初日本に来る時に空気全然読めないからめっちゃ怒られた、あ、でも怒ってくれる人がいるからいいね、それでなんかさ、なんかへーってなってさ、さーっていなくなってさ誰とも喋らないよりかは言ってくれる人がいたんよね、でも、うん、確かに、あ、でも言われた時嫌だけどね、確かに、そうか、大変だった、泣きます、大変だったね、うん、じゃあ今日は名古屋楽しんで、名古屋楽しみます、美味しいもの、手羽先、うん、食べよう、手羽先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 、そうね、いちごあるよ、癒されてますね、うんうん、甘いもの食べたらめちゃくちゃテンション上がるよかった大成功、うん、ねえ、よかった、名古屋来てくれて楽しく過ごしてもらえたら、そうです ね、うん、ね、でも明日マラソンなんだよね、そうですね、人生初マラソン、本当に、はい、うん、名古屋のなんていうマラソン、名古屋女子マラソンです、42キロで女性だけ参加できます、 え、それってさ、あの、うん、有名な、なんかティファニーのもらえるネックレスもらえるやつ、そうですね、42キロ、うん、完走したら、うん、最後にタキシートを着てるイケメンが、うん、ティファニーのネックレスをついてもらう、え、そうなの、イケメンがスーツ着て最後、うん、なんかお疲れ様みたいな、そう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 、え、そのために応募した、はい、キリいいね、ごまかさないところがいいね、本当にうんってね、はい、はい、それが私の目標です、頑張ります、じゃあ完走して、はい、どんなイケメンに、はい、ティファニーのネックレスつけてもらいたい、そうですね、ホームページは50名の、うん、イケメンの写真が、うん、載せているんですよね、多分見ました、どうだった、多分2名くらいに、イケメンの方がいますあ、じゃあプリンちゃんのタイプ 2人いて、そうですね、どっちかがいいね、はい、黒髪のセンター分けの人が好きです、黒髪センター分けです、はい、もし写真があったらもっといいですでもそれ確認できない見せてもらって乾燥したから腹筋があるかどうかだけってそれは知りたいですね、それは知りたいですノー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 、僕は気をつけてね、それは NG とか言われたらちゃんと諦めてねじゃあ明日頑張って、すごい、でもすごい、うん、今そのマラソンはすごい人気で、普通に応募しても当たらないぐらいだよ今、そうですね、うん、私も1回目が当たってなかった、2回目はなんか、会員のイメールから来て、なんか誰かお金払ってないから、また間空きがありますよで探しますかって、探しますで、いきなり振り込みしました、あー、なるほど、じゃあ誰かがチケット当たっ
てそのやつをもらったって、うん、そうですね。それがまだ誰か登録してなかったからそのなんていうの枠をもらったみたいな。そうですね、その枠もらいました。よかったです。明日頑張って、これでいちごパンは頑張る。なんかあの明日台湾から来た女性女の子も多分60人60人、70人いるらしいんですね。そうなんだ。じゃあもしかしたらね、うん、台湾チームで、うん、そうですね、チーム台湾頑張って。チーム台湾頑張ります。いやプリンちゃんありがとう、今回会えてよかった。めっちゃよかった。なんかやろう、楽しい。めっちゃ楽しい。美味しいご飯も食べてたし、それでじゃあもう間締めて楽しい、ね、よかったよかった。明日じゃあマラソン頑張って。頑張る、うん、死ぬほど頑張ります。死ぬほど頑張る。はい、あかわいい。ファイトファイトファイト。じゃあ最後にみんなチャンネル登録